はいえー、昭和40年代の映画を語っていきます、えー、今回はね「息子」という作品でございますまあ「息子」という作品のタイトルだけでは、まあ、どんなことかはねわからないんですけども私が解説するにね今回の「息子」という物語にはこの主人公は三國連太郎さんですね三國連太郎さんがこの背中を向けて座っている、えー、親父でございますもうなんかね三國連太郎さんって私がね その俳優さんんんを見た瞬間からおじいちゃんなんで,すよでねこう数年前にお亡くなりになりましたけどもほとんどずっとおじいちゃんのまんま私の目の前に現れて数十年の時を経ておじいちゃんのまま死んでいったというねあんまり年取ってないような感じがするんですけどもね、まあ、昔の人ってのはねなんか大人になるのが早かったというか30でもう老けていたみたいな感じがありますけどもはいそれは置いといてその三國連太郎さんの演じるこの主人公の息子さんには二人いるんですよ。 優秀な長男で一流企業に勤めている長男。で、次男はいまいちちょっとね、腰が座らずにふらふらしている、ちょっとね、アウトローなんですよね。とか言って悪いことをしてるわけではないんですけども、いまいち腰が定まらずに一人で、えー、あちこち転職しながら生きているって感じで、ちょっとね、次男の方はお父さんから見ると不安なんですよ。これがあ最初の設定です。で、優秀な、あー、 兄貴のところに親父秋田か,からで立派な家も買ってねローンを組んで傍から見ると成功者ですよで家族もいてみたいな感じでねでお父さんはいやー立派な息子になったなと思ってお兄さんのところにね自分の長男のところに遊びに行くんですけどもどうも煙たがられてるみたいなんですよね、まあ、そこにはお嫁さんの関係もあったり家族ってものができていて 親父たる自分が行くのがねちょっとね邪魔に感じさせてしまってるなと思ってねえー、あこれはちょっと悪いなって感じでね、えー、早々にそこを引き上げるっていう描写がありますえそして奉納息子の次男です次男に会いに行くと次男も似たようなもんに最初は見えるんですよでも次男の方には次男の方でストーリーがあって今働いてる仕事はそんなに大きな会社じゃないしなんとか無理やり入れてもらったようなところで楽でもないし まあ言ってみればね底辺の仕事だけども俺に合ってんだみたいな感じでね自分の居場所を見つけちゃってそこで長く働いてくれそうなんですよ職場のみんなともすごくね仲良くなってるところもうかがい知るしでしかもプラスアルファこの次男のこのねやつは <laughs> まあお父さんにね今までずっと何一つ直談判できなかったんだけどもたった一つ今回はね 声を上げて言うことがあるんですよ。それは「俺嫁さん決めたんだ」みたいな、ね、そんなところでございます。でそっからずっと出来損ないの次男のことを不安に思っていたお父さんが自分に自分のこの次男にこんな出来て損ないな次男にね、まあ、お嫁さんができるんだと思うとね急に嬉しくなってね感謝と感動して。 まあいいシーンが展開されるってことですよね。そこを見ていただきたいからとそして自分の子供たちのこれからのことを思いながら故郷秋田に帰り自分の雪深い家に入っていたた時にかつての賑やかだった自分の家を思い出すんですよねそこにはおじいちゃんがいておばあちゃんがいて自分がいて弟たちがいて自分の子供時代だった時の 家族、これが見えるわけですよ。そして帰ってきた自分がその自分の家に秋田の家に腰を下ろす「みんな帰ったぞ」と「お土産だぞ」って言うとわーっと寄ってきてね自分を中心に家族が温かく夕食を迎えるということなんですけどもそれはかつての幻だったというね、はい、たった一人田舎に残されたこの三国レ連太郎おじいちゃんはね それでも幸せをかみしめながら、ちょっとの寂しさと自分の役割は終わったんだなという安堵とね、様々な気持ちを背中で演じているというとでございます。セリフはありません。私たちがそう感じるだけでございます。息子という作品でございますね。